キワイの内向しまじろうのわお土曜朝8時30分君は君の体の主人公、特別に大切な体の場所。わーい、水たまりに入っちゃった。あら、お風呂に行ってきれいにしましょうか。はーい。お、ちょっと待って、しまじろう。あれ、お母さんはどうしてしまじろうが脱ぐのを止めたのかな。君はどう思う。今はみんながいるから一人になってから脱ごうね。どうして。君の体の主人公は君だよ。だから君の体はどこもとっても大事。そして水着で隠れるところは特に大事なところだよ。それから口も目も、とにかく体全部が大事。覚えておいてね。君の体の主人公は君だよ。大事なところを人に見せたり、人から見られたり、触られたりしないようにしよう。体のことをよく知って大切にしようね。しまじろう、手伝おうか。ううん、自分で洗うよ。君は君の体の主人公。いいこと、嫌なこと。マルリン、遊ぼう。え、ちょっと。マルリン、どうしたんだぞ。マルリン、どうしたのかな。君はどう思う？なんか嫌だな。今触られるの嫌なんだ。遊ぶのはいいんだけど。あ、ごめん。君の体の主人公は君。君の体のことは君が決めるんだ。触られてもいい時もあるし、触られたくない時もあるよね。まずは相手の気持ちを聞いてみよう。手をつなごう。みんな一人一人いいこと嫌なことは違う。だから自由に触っていいわけじゃないんだ。大好きな友達や家族でも、大人でも、子供でも、誰でも。君の体の主人公は君だよ。いいこと嫌なことは君が決めて、はっきりと伝えよう。君は君の体の主人公。男の子だから、女の子だから。ねえねえ、カンタは男の子だからロボット好きだよね。そのお人形と交換してくれない？そうそう、お人形は女の子が遊ぶものだぞ。カンタは今どんな気持ちかな。君はどう思う。僕だってお人形で遊んでいいよね。お、私のお人形とそのロボットで交換しない？私ロボット好きだから。あ、うん、いいよ。男の子だから女の子だからって言われることがあるかもしれない。でも何が好きか君が選んで、君が決めていいんだよ。好きなもの、好きな色や遊びもそう。男の子だからしちゃいけないことなんてない。女の子だからしちゃいけないことなんてない。一人一人好きなものが違うのは当たり前。何が好きか君が選んで、
決めていいよ。